カオが待っています。佐野が中に詰める、うん、高木が行く、まだ行く、パス出す、桜川落として佐野上げてきました、背後佐野交代、ここは寄せられますがまだキープ、佐野左で上げて桜川へパスつなぎます、鈴木吉武ここもパスできた、もう流れていってさ中入ってきた、あおーっと最後は前場惜しいシーンでした、で前線に送っていきました佐野晃大、さあここ一人抜いた、中に入っていく、切り込んで浮かせたボール、横パスワンタッチで受け直す、佐野仕掛けに行きますがパスにして折り返しフリーシュート、坂本です、先制ホーム岡山、狭いところでパス交換、佐野が入れてきます、ヘディングシュート、佐野、中ステファンムーク、空いているステファンムークのところ、佐野ゴール中央ヘッド、さて佐野です、中には桜川ソロモン、佐野が入ってきた、佐野が上げてきた、逆サイド桜川ソロモン追加点だ、連続得点を足合う岡山、今度も左サイドから、さあそして入れ替わって出てきます、そのまま持ち上がります、佐野まだいきます、入れ替わって痛いですよね、はい、縦に仕掛ける佐野晃大、なかなか来ます、間出てきた佐野晃大、まだ行く、左からの折り返し、どうでしょうか、佐野選手の取り引がドリブですよ ね、この仕掛けでコーナーかなっていう、うん、しかしセカンドボール抑えた佐野晃大、個人技がある、まだ持っていく、この位置から狙っていきました、左サイドでドリブルを仕掛けていきます、佐野まだ持ちます、佐野がかわす、左サイドよくこの相手の体、足をしっかり見えてますよね、そうですね、はい、うまく一人で運びましたね、佐野は起き上がりました、まだ運ぶ、今度はファールです、ゴール前の守備というのは硬いですよね、はい、裏側の後ろで佐野晃大、ここをどう崩していくかです、佐野ボールコントロール、そして右にエンドを取るのが赤のユニフォームアウェーのファジアの岡山です、そう制限していく岩田、うまく剥がして佐野、さあスピードが持ち味で、岡山の方強度どう変わるでしょうか、まず現在シーンでした、左サイド佐野、バスケスバイロンとのマッチアップです、ディフェンス戻っていました、坂本狭いところ右足、佐野晃大がいいところにボールが出ました、チアゴ・アウベスを狙ったボール、チアゴにはこちらは蓮川が行く、ただボールが通った佐野晃大、顔を上げるチアゴ・アウベス、動き出すスルーパスが出る、うまくコントロール、さあ佐野が行った、ノーファールだ、このミッシュのとこ競り勝ったね、岡山大きかったです、少しボール落ち着かせてから一気に裏、桜川ソロモン収める、桜川ソロモン、桜川ソロモンポスト、さあこぼれて坂本、坂本仕掛けるクロス、ここもクロスだ、左足速いボール、ファーサイド佐野パスにして桜川、センバも打つ、狭い局面です、佐野から桜川、もう一度佐野中に通してシュート狙ってきました、佐野右のワイドで手を上げてます、繋がってボックス内、合わせてきた、佐野が走る、追いつく田中雄大、間にいる、さあ受けた田中雄大、カウンターとドリブルなどは自身も出ますよね、佐野が行く、佐野が中に入れる、おー抜く、フィニッシュまで行きますが枠に飛ばず、ちょっとボール岡山は点を取りに行くということですね、佐野晃大からそのチアゴ・アウベス入れ替わった、おっとこれは倒してしまった、上がらずにサポート佐野晃大、佐野から一気にさあ中だ、おー入った中雄大、ステファン・ムーク、あーここはナイスカバー、
出口を塞ぎかけましたが突破される。逆にファジアーノ岡山久しぶりに攻撃です。左サイド武器の佐野光大、中央安定して佐野、坂本、そして桜川、シュートブロック、こぼれ球押し込んだ。3点目ファジアーノ岡山、佐野光大後半ファーストチャンスをものにしました。若手揃い踏み。まだ岡山ボックスの外からシュート、よく触りました。さあそしてカウンター、桜川ソロモンも呼んでいるが、さあ1人剥がしてシュートだ。ムークがいる、切り返し、サボコーナーが狙った。ジャワベスミドルシュート狙っていきました。川野からワンツーで川野のクロス、シュート、サボコーナーのシュートでした。お狙っていきました。さらに外、佐野切り込んでくる、狙ってきた、こぼれて、ここからのクロス、桜川か、再び佐野、佐野の持ち直して右足、ナイスキーパー、林、桜川、ドリブラーの木村、木村からのクロス、桜川か、奥、佐野のシュートだ。後半の立ち上がり、岡山同点。 U20 日本代表の佐野がチームを救う同点だ。今度は右から中盤右のジャーメイン、カットイン呼ばれていました。縦に行く、ボックスに入る、あと32試合ありますから、はい、おー高橋引っ掛けた佐野ところですが、早めのプレッシャーセバー、そこをかわしに行く高江、今シーズン初スタメンです。伊藤から大本へというところ、佐野が足を出していきました。パスが少し短くなりました。さあ稲見がシュートを狙っていきました、逆転勝ちがなし、そしてベルディもリーグ戦では逆転勝ちがないリスサイド、バスケスマイロン、ここにつくのは佐野光大。さあ藤岡一旦下げて、ここはボールを奪った岡山、はい、さあ藤岡が切り込んでいく、ミッチェル・デュークが中央で待っています。ここで浮き球、裏のスペース、中山、ゴールも狙えるプレイヤーです。この佐野も非常にハードワークもできますし、ゴール前に行くんですけれども、田中も、ね、中に入ってきてシュートチャンス、そうですね、両サイドもね、本当にかなりハードワークしますね。